バーナード・リムランドバーナード・リムランドは、アメリカ合衆国の研究心理学者、作家、講演家。自閉症、ADHD、学習障害、知的障害の子どもたちのサポート、支援を手掛けるとともに、自閉症の重金属原因説を主張する、研究者としても知られている。オハイオ州クリーブランド出身。1940年により、 カリフォルニア州サンディエゴを中心に活動し、1967年には自閉症研究学会を創設し、会長を務める。1965年にはアメリカ自閉症協会を設立。ディムランドは自閉症の権威として長きにわたり世界的に認められている。高機能自閉症の息子の父親でもある。サンディエゴ州立大学卒業後、 1953年、実験心理学及び調査研究計画で、ペンシルベニア州立大学から博士号を授与される。彼の息子マークは、1956年生まれで、まだ自閉症と診断されるのは、稀な時代であったが、生まれた時から何かが、明らかに異常であった。リムランドは1953年に実験心理学で、博士号を取得したばかりであったが、 当時はまだ自閉症という言葉には馴染みがなかった。かなり後になってからマークの状態が後代性自閉症というよりは早期幼児自閉症に分類されると分かっただけである。様々な困難があったにもかかわらず、マークはそれでも才能ある芸術家になった。息子の診断が降りた後、ディムランドは自閉症の原因や治療方法の研究を助成すべくこの障害を理解し、 この障害に注目が集まるような手がかりを見つけようと探求を続けた。リムランドはこれまでしばしば論争を白熱させてきた。医療機関は長い間リムランドの自閉症研究への貢献に疑問を持っていた。1995年、シカゴ大学教授のベネット・レベンサルは予防接種が原因かもしれないというリムランドの自閉症診断分野における新たな関心を 馬鹿げているとあっさりと退けた。ディムランドは予防注射に使われるチメロサールが自閉症の直接原因であると信じる少数派の研究者である。アメリカ疾病対策センターとアメリカ食品医薬品局はトーマス・ベルシュトレーンや他の科学者たちの研究に基づけばチメロサールと自閉症との間には実証可能な関連性はないと断言している。 医師のジャクリーン・マカンドレスは、著書、植えた脳を持つ、子供たちの中で、リムランドのことを、自閉症の生物医学的治療における、偉大なる恐怖と呼んだ。リムランドの著書、小児自閉症から、行動神経理論に対するその症候群と暗示は、自閉症について、当時優勢だった見解を、自閉症は、神経発達障害であるという現在の認識に、 改める多くの視点を含んでおり、それらは小児科学の分野においては信頼に足るとされている。リムランドは自閉症の診断数がこれまでに驚くほど増加していることに注目した最初の医療専門家であった。リムランドが早い時期に注目したこの事実は、1990年代半ばの時点で自閉症疾患として知られるものが認められるにつれ、 予言的なものであったということが明らかになってきている。予防接種運動を取り巻く反駁者たちの数も互いに協力し合いながら段階的に増加傾向にあり、次第に起こりうる病気の範囲を拡大していっている。ディムランドは自閉症について講演を重ね、それを世界中で起こっている問題と関連付けようとしてきている。そして彼は膨大な数の著作を書いている。 当時は自閉症アクティビストの小さな集まりの中にいたものの彼の明確な立場はカリフォルニア州ハリウッドの近くにいる映画プロデューサーの目に留まりリムランドは1988年の映画レインマンで自閉症についての主要な技術アドバイザーを務めた息子のマークはダスティン・ホフマンのインタビューを受け映画スターによって表現される登場人物のモデルを務めたこの映画は 自閉症に対する意識を世界的に確立するのに役立った。そしてそれはまさにこの疾患が最初に明るみに出た時なのであった。リムランドは自閉症時の親たちと自閉症に関わる専門家たちの世界規模の組織としてアメリカ自閉症研究協会を1967年に創設した。アリーは自閉症に対する治療をより良いものにし、かつ それを予防することを意図した科学的な研究を指揮し、促進する機関である。アリーのデータバンクは世界で最も大きな規模を誇り、そこには3万5000件以上もの自閉症児の詳細な症例の履歴が含まれている。リムランドはアリーによって出版された、ザオーティズムリサーチレビューインターナショナルの編集者である。これは、自閉症研究における生物科学的。 教育的進歩を補うものである。リムランドとその妻グロウリアは最近結婚50周年を祝った。夫婦はディフェレスイスラエルシナゴーグのラビ、モンロー・レベンズのもとで結婚した。当時その場所はカリフォルニア州ケンシントンにあった。2006年11月21日、カリフォルニア州サンディエゴで死去。アメリカ議会の委員会での証言。ありがとうございます。